県の12月補正予算案がまとまり、新型コロナウイルス第6波に備えた取り組みを強化します。新型コロナウイルス感染症の第6波の到来が懸念されます中、国の新たな、新型コロナウイルス対策など、新たな局面に対応した感染拡大の防止と、社会経済活動の正常化の両立に向けた対策を講じます。 年の12月補正予算案は一般会計でで55億万円です新型コロナ対策として繁華街や医療機関での一斉検査に4億800万円医療機関の支援に2億5000万円感染者の重症化リスクを見極め療養先を判断するメディカルチェックセンターの確保に9200万円を計上しています。また事業者支援として ゴートーイート食事券の追加販売や旅行割の利用期限の延長なども盛り込まれています12月補正予算案は今月29日に始まる県議会に提案されます